雄、障害後は忍びの軽快さを表現。衣装を使った新しい演出や素早い動きで忍びの世界観を作り出します。それでは京都チームサラダの皆さんです。どうぞ。会場にお集まりの皆様、こんばんは。我々京都チームサララと申します。この会場、女の子 100% の非常に華々しい会場となっております。踊り子一同精一杯踊らせていただきますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではサララ参ります。桜のこと闇に京の都に忍ぶ足音だけが鳴りうる静かによその鈴の戦の始まりを告げる音。今宵ご覧にいただくのは京都チームサララ2016黒きまといを揺らしてまう乙女の姿見ますとどめ。はっ18代目マイスセイハー。もう一度刀を握れ、夜風に道行く希望。
者、恐怖チーム。